こんにちは、そばじまです。今回もこのマッシングフォン1なんですけど、ピクセル6 Pro を持ってるんで、ちょっとこいつと比較していきたいと思います。ともにこの画面内の指紋認証を備えてるんで、この使い勝手っていうかな、認識の速さ見てみたいと思います。じゃあね、マッシングフォン1からいきましょうか。でここに指を置くと認証するんですね。こういうふうにサークルで出るんですよ。これ置いてみますね。はい、もうこれで来ましたね。もう一回電源切って出てますね、サークルが。こんな感じです。でもう一個の方ね、ピクセル6 Pro。 ピクセル6 Pro は、指紋のアイコンが出てますね。サークルではないですね。これちょっとやってみますね。こんな感じ。もう一回ロックして、こんな感じ。まあ、速度的にはね、両方とそんなに変わらないと思います。ピクセル6 Pro がよく、なんていうかな、指紋認証の精度が悪いとか遅いとか言われてましたけど、結構ね、フィルムに左右されるみたいですね。フィルムをこれなんていうブランド名かちょっと分かんないですけど、ここのものに変えてるんですよ。これにしたらね、全画面内指紋認証の認識精度が良くなりました。ピクセル6 Pro の画面内指紋認証の精度がいまいちだというふうに思っている人は、ちょっとフィルム貼り替えてみるといいかもしれないです。なんで、画面内指紋認証に関して言えば、ピクセル6 Pro もマッシングフォン1も、そんな性能は変わらないかなっていうのが僕の印象ですね。あとね、このボタンの位置かな、これ結構ポイントがあって、ピクセル6 Pro はこれ電源とボリュームですね。こういう風にして片一方に固まってます。で、マッシングフォン1はこれ電源で、こっちボリューム。でこれどういうことが起きるかっていうと、端末こういう風に持つじゃないですか。両方と指がかかって、これ意外といいよねって思うかもしれないです。確かにまあこれいいんですけど、こういう風にして指が届くところにボタンがあって、使いやすいは使いやすいんですけど、例えばAndroid の OS がサポートしているスクリーンショットって、電源ボタンとボリュームの下だと思うんですね。これ電源消そうとして、ここの親指を支えにして、この中指でこう押すんでね、スクリーンショット撮られちゃうんですよ。でね、これをね、間違えてよくやって、スクリーンショットを頻発して撮ってしまうっていうのがね、使ってて多々あるんですよね。これがね、ちょっといまいちですね。でね、もう一ついまいちなところがね、スタンドとの組み合わせで使うと、こう置くでしょ。これ見てわかるように、このスタンドの支えのところにボタンが干渉するんですよ。なんでこう動画とか見てて、ちょっとボリューム上げたいなと思った時は、やっぱ端末持ち上げてちょんちょんちょんと調整しないといけない。じゃあ反対につけばいいんじゃないのっていう意見もあると思うんですけど、こう置くと残念ながら今度は電源ボタンが干渉するんですよね。まあ、ここはそんな害がないので、このまま使ってもいいのかもしれないですけど、なかなかね、これ難しいところで、結構こう持った時にちょうど指が届く範囲にボタンはあるんですけど、それがあることによって、さっき説明したみたいに親指を支えにして電源ボタンを押そうとすると、電源ボタンとボリュームボタンを同時に押してしまって、スクリーンショットを撮られてしまうっていうケースがあったりとか、この先のこのスタンドですね、使おうとした時に、端末とこのスタンドの支えのこの部分ですねが、ちょっとボタンが干渉したりとかっていうのは、ちょっといまいちだなっていうふうに思ってます。あと、そしてみんな気になる写真ですけど、撮った写真はちょっと後ほどご紹介するとして、カメラアプリの起動ですね。まずマッシングフォン1から、これ電源ボタンを2回押すとカメラアプリが起動します。はい、こんな感じですね。ここのシャッターボタンを押し続けると、仮に写真モードだとしても動画が撮れます。で離すと止まるっていう風な仕組みです。もちろん動画モードにすれば
今週動画撮れるんですけど、まあ、そういう使い方もできます。で、一方の Pixel 6も、これも電源ボタンの2回押してカメラが起動できます。こんな感じですね。これも同じように、シャッターを押してると動画が撮れますね。まあ、Android の標準カメラの仕様なのかもしれないですね。では、Nothing Phone 1 と、Pixel 6 Pro で撮った写真を以降見てください。まあ、ぶっちゃけ言うと、その写真はプロじゃないんで、適当にパシャパシャ撮ったものなんで、まあまあ、素人が撮ったらこんな感じになるんだなっていう感じで見てもらえればいいかと思ってます。どうぞ。Minute Maid, summer vibe, that lemonade. Take a sip, blowing purple clouds. Tastes like lemon haze. Conversations back and forth like damn, we could go on for days. Looking back at it like damn, she bad when she walk away. Here we go, been down this road. They already know. When we go on tour, I'll take you anywhere you wanna go. People talk about us like they understand just what this is. I just wanna give you all you want and then to double it. They all say I'm way too young. Maybe I'm just ignorant.I won't find nobody like you on some real shit. Spend a couple hours on the phone, hey. I don't wanna let you go. I'll be all about you, babe. I'll be all about you, babe. Saying so unless you don't know. はい、写真はいかがだったでしょうか。まあ、いろいろ言いたいことあるかもしれないですけど、勘弁してください。ちょっとまとめに入りたいと思います。ぶっちゃけね、じゃあね、Nothing Phone 1と、Pixel 6、ハードウェアとしてどっちが使いやすいのっていうと、ね、さっきのボタンの話があって、いや、この Pixel 6は結構使いやすいっていうか、うまく、正直練られてるかなっていうふうに思ってます。この Nothing Phone 1は、この裏のね、ピカピカ光るギミックは、これすごく面白くて、まあ、これを持つ理由にはなるんですけど、まあ、この辺でねボタンの配置とか結構ねこれ間違ってスクリーンショット撮っちゃうとイラッとする原因になるんですよ。もう少し練る必要があるんじゃないかなっていうふうには思いますね。けど今それ以外はもうそんなねこれはっきり不満ないです。サイズ感も結構いいです。これ結構大きいですからね、言ってもね、ピクセル6は見てもらって分かるようにカメラもねそんなに僕は不満ないです。色味なんかはねちょっとこっちの方が黄色っぽいというか赤っぽいというか、 Pixel 6の写真はどっちかというと青みが強いのかなっていう印象はありますけどね。はい、今回はこの Pixel 6 Pro と Nothing Phone 1を比較した動画でした。どっち買おうかなって検討してる人いるのかな、ちょっとわかんないけど参考になればと思います。今回は以上です。で、ちょっと1個訂正しないといけないことがあって、これモノラルスピーカーかと思ってたんですけど、ステレオですね。ここからも音が出てますね。音の大きさ的にはちょっと違うのかもしれないけど、一応ステレオスピーカーで使えるようにはなってます。